妙やな。誰か待ち受けてるとしたら、この部屋かと思ったんやけど。この建物って、この階で終わりですよね。いや、屋上に飛行艇の発着場がある。念のため、そっちも確認してみよう。遅かったわね。やっぱり予想通りか。久しぶりね、リベールの遊撃士殿たち。私が帰国して以来かしら。お久しぶりです。さて、ケビン神父だったかしら。ここまで来たからにはもうルールは分かっているわね。ええ、察するにあなたが執事さんに続く守護者、次なる領域への道を塞いでいる敵っちゅうわけですな。正解よ。こんな悪趣味な舞台での勝負などあまり気は進まないけれど、まあそこは割り切るとするわ。円月輪、東方武術で使われる左右一対の飛び道具か。これは飛び道具以外にも使うのだけど。大都流門下、奥義開伝、キリカローラン、第二の守護者としてお相手を務めさせてもらうわ。バルターの同門さんね。では胸を貸していただきます。勝負や、キリカさん。全力で行かせてもらいます。来て来て来て
行くわよ。はっ。あが右手にありし星の杯を天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア、
まだまだ未熟ね。戦闘終了、先に進もう。やれやれ、鍛錬を怠りすぎたわね。本気を出せばこちらに分があると思ったのだけど。いや、さすがにいっぱいいっぱいですよ。鍛錬を怠って、これってほんまもんの化け物か。お見事でした。まだまだ凄腕はいるのね。さて、そろそろお別れのようね。この第六聖槽もこれでようやく折り返し地点。さらなる試練が待ち受けているから、せいぜい覚悟しておきなさい。それではまたいつの日か会いましょう。お見せしたのはこれが初めてでしたけど、容赦ないところはほんとキリカさんでしたよね。再現された人格とはとても思えへんな。さてと、これでやっと次の領域に行けるようになったみたいや。さすがにヘトヘトやし、一旦拠点に戻ってから周遊道の石碑を調べてみよう。それが良さそうですね。少しずつですが、王の力が増してきているように思います。どうか先を急いでください。私の力の大半はこの庭園を維持するためのものです。ですが、このままではどうか先を急いでください。大佐、居合の稽古ですか？いや、極みに至るわけでもなく、捨てることもできない。私の剣など所詮半端なものなのだがね。ただこうして心を研ぎ澄ますことで何かが見えてこないかと待っているんだよ。そないですか。私の剣など所詮半端なものだが、こうして心を研ぎ澄ますことで何かが見えてこないかと待っているんだよ。なぜだかわからないが、こうしていると落ち着くものでね。心得た。了解した。行くぞ。シェラ君の言う通りさ。ここはどっしりと構えておくことにしよう。シェラ君の言う、ここはどし、今さらジタバタしたって始まらないわよ。確実に木を掴んで物にしていく、相手が誰であろうとね。
んが帰国しちゃったのは、確かおじいちゃんが旅行に行く少し前のことだったと思います。ある日突然うちにやってきて、そろそろおいとまするからって。キリカさんらしいわね。キリカのやつまあいい、帰ったらしばらくはツァイスで仕事をしてやるか。あいつあの町が結構気に入ってたみてえだしな。任せろ。準備はいい？ユリアさんにキリカ君、やれやれ、リベールには手強い女性がたくさんいるものだね。ティータ君にも怖いボディーガードがついているようだし、しくしく。おい、何口走ってやがる。あんまりアガットさんを怒らせへん方がいいですよ。はあ、変なとこに来ちゃったよね。これから僕らどうなっちゃうんだろう。先ほど始祖様からお聞きしたのですが、この世界は情報空間を取り込む性質があるそうなんです。この本たちは蓄えられた情報が私たちの存在や思念の影響を受けて顕在化した状態にあたる、そうおっしゃっていました。そうなんや。僕もセレストさんにいくつか質問してみたんですが、彼女リベルアークに関する記憶の全ては保持していないようですね。彼女自身も影の存在ですから、必要ない情報は持っていないみたいです。行くよ。あ、ちょっとお腹空いちゃって。運動するとお腹が空くものなのよ。キリカ殿といえば、あの裏の塔をたった一人で踏破したと聞いているが、リベールにいる間に一度会っておきたかったものだな。影の王め、相当な手だれを揃えているようだな。それにしても守護者二人があれでは、先が思いやられる。キリカとやったか。強かったろ。あいつは獲物を持たせればバルターをしのぐほどの使い手だ。あれでタイトリューを継がないんじゃ嫁のやりどころに困るよな。しばらくはギルドの受付に専念していたようだからな、戦力は落ちていたはずだが。いや、バリバリでしたって。先ほどから気になっていたのですが、少し不謹慎ではないですか？不謹慎？これまでのやり口から見ても、影の王は明らかに我々の敵です。人格だけとはいえ、影の王に利用されてしまう人々もいるのです。この事態を、あたかも子供のままごと遊びのように語るのは、少々的外れな見解ではありませんか？ディース。お姉さん、どうして怒ってるの？別に怒っているわけではありません。ただ王が敵だというのは我々の共通認識のはず。
あのようなものを肯定する発言を認めるわけにはいきません。そういえば影の王さんは随分と挑発的みたいだけど、お姉さんのイライラと関係があるのかしら。そうね、影の王さんは下方狩りに興味があるみたい。でもお姉さんにもそのあたりの事情はわからない。それで怒っちゃったのかしら。忘れてもらっては困りますね。いくら天才だからといって何でも思い通りになるというのは思い上がりというものです。はいはい、ストップストップ。二人ともその辺でやめなさいよね。レン、リースさんたちにもいろいろ事情があるんだからそういうこと言わないの。それにリースさんも天才天才って言うけど、レンだってあくまで普通の女の子なんだから。おっしゃっている意味がよくわかりませんが。あのね、リースさん、確かにレンは頭がいいしとんでもない力を持ってるけど、だからといって普通の女の子であるのは変わりないと思う。わがままな気分屋でませてて、こましゃくれてて、何でも面白がる癖があって、でも意外と面倒見が良くて他人をちゃんと気遣うこともできるね。日曜学校に通ってるようなごく普通の女の子だと思わない？だからレンのことあんまり特別だって頭から決めつけないでほしいの。普通の子として受け止めて、それでも文句があるんだったら存分に言えばいいと思うけど、リースさんの言い方を聞いてると一方的に捉えすぎてる気がして。そうですね、ごめんなさい、レンさん。あら、お姉さん、なかなか素直ね。それでもレンに、いろいろと言いたいことがあるみたいだけど。それは当然です。道理を知らない子供を諭すのは、年長者の役割ですから。それは私も同感。ここにいる以上、レンの保護者は私たちだしね。勝手に言ってればいいわ。ところで、エステル、さっきレンのこと日曜学校に通ってるような普通の子って言ってたわよね。あ、うん、それがレンのことをどう思うと別にエステルの勝手だけど、それでも一つ訂正させてもらうわ。どちらかというとレンは教わる方じゃなくて教える方ね。だって博士号を3つも持ってるんだもの。え？な、科学と数学と情報理論、定期的に論文だって発表してるわ。騒がれるのは嫌だから身分を隠して代理人を立ててるけど。は、そうなんだ。これはしつけるのも一苦労ですね。レンのこと見くびってもらったら困るわ。それにレンが手を貸してあげないといつまでたってもこの世界から脱出できないでしょ。
眠っているみたいですね。